テレテレテレテテテテテテン。声ちっちゃ。こんにちは、風呂上がりのほのぼと。のようなんです。ちょっと今日はこっちのアングルからお届けしてるんですけれども、本日は、音楽系 YouTuber が初めてダイソー片時の反応紹介。私はアイドリーナっていうの、ぶりっ子入りのアイドリーナ。新しいキャラクターなんですけれども、先ほどですね。キャラクターっていうか、はい、だから。キャラクター乗せてもらっていいですか？ごめん、狭くなっちゃうね。僕もそれ好きなんだ。それ僕に似てない？ぐしゃーぐしゃーどうしゃここでいいって言ってるじゃないの。もしかしてお母さん僕のこと怖いって思いましたか？ということでですね、テンションが上がっております。上がっておるんですけど、ちょっと前に1個ね、動画撮ったんですよ、はい、歌を歌う動画撮ったんで、近々アップされて思いますので、もしかしたらアップされてるかもしれないんで、ぜひ見てください。それでは、謎の設定が最初なんか入ったんですけども、普通にダイソーで買ったものを紹介していきます。それでは、紹介していきましょっ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 。今ので上に行ったまた編集られると。それでは、紹介していきましょっ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 。重たい。じゃじゃーん。こういうことで、あ、モモの入ってるじゃん。これダイソーじゃないです。ドンキで買ったやつです。それでは一つずつ紹介していくんですけども、合計金額をお願いしていいですか？6323です。は6323円。おお、6323合ってる。うん、もう一回大きな声言うよ。6323です。違うよ、普通の値段で6323円です。はい。それでは早速紹介していきます。まあ、今回は私たちのものもあるんですけども、お父さんのものもありまして、はい、何ため息ついてんの。まずは、お菓子から紹介していきたいと思います、はい、いや待って、普通にさ、文房具から紹介しよう。マイメロなんだけど、のいじめっ子が出てきた。マイメロめっちゃ出てくるじゃん。ひろみちゃんが多い。5個買った。マジ？もうこれなくなっちゃって、いつもストックしておいてあるんですけど、ストックなくなっちゃって普通のポケットティッシュを使ってるんですよ。なんで買いました。5個。いかなくて。2個シナモンあった？ある。私シナモン担当じゃないんだけど。5個買いましたね。はい。めっちゃ使う日あるの。それはモンスターこぼした日でしょ。違う違う違う。髪の毛を切った日とか。最近ですね、前髪重くしまして、なんでかっていうと、もうさ、コメント欄でめっちゃさ言ってくれてるんだよ。ほのちゃん前髪ついた方が絶対可愛いって。これでしょ。あ、そう、なんでかっていう理由がちゃんとある。そうそうそう、こうすると眉毛が見えるんですよ。で、眉毛今生やし中で、私すっごい眉毛コンプレックスなんですよ。眉毛ちょっと学校にバレたら生活指導入るから。はいな、はいな。眉毛コンプレックスなので、卒業するまで、中学卒業するまで重い前髪でいこうかなと思って。はい、それでは続いて紹介します。何これ、何に使うんですか？すんごい、5枚も買ってる。待って、2、4、6枚買ってる。はい、6個買ったんで。なんでプリンターで出てくるやつがあるんですけど。はそれをしまうため。あれ、何が買ってきてもいいですか？見せていいですか？全然大丈夫です。言ってるんで、動画で。これでも遊ぶだけね、お嬢ちゃん。見てください、シールブック。私、小人図鑑世界で一番愛してる、はい、愛しているなんですね。なんと、小人図鑑のシール図鑑があって、シール少なくない、かわいい。最近さ、小人図鑑の TikTok めっちゃ出てくんの。桃の収穫の仕方みたいな。そうそうそう、わかるわかる。じゃあ桃をパカって開けたら、隠れ桃尻いたり。ああ、かわいいよね、私あれ大好き。え、待って、これさ、2種類あんじゃん。え、もう1種類欲しかった。で、私実際に持ってってなかったんで、英語で入るかどうかっていうのが本当に分からなくって。これですね。で、これシールさ、後ろだけかと思ったらさ、まさかのさ、見て、表にもある。100円でこのシールの量は神。こいつ好き、かわいいね。知ってる？パグのね。これは好きだって。パグのここの部分超臭いらしいけど。ね、言うよね。そう、隠れ桃尻描いたいの。私ね、隠れ桃尻描いたりしない。でも絞り鬼に超好きだった。うち絞り鬼好き。これ結構王道よね。小人紹介で5人いるんだけど、このメンツはご定番中の定番。でもこれさ、100円クオ
クオリティってなくない？あー確かにね。ということでこんな感じなんですけども、はい、何これ、ナイトウェイさんのファミリーマートのあのさピッピーってやってさ選んだらさこうランダムで出てくるやつで、これをね生身のまま放っておくのは無理と思って買いました。でこのちっちゃいやつはもうあるので今日一緒にね仕立ててあげようと思います。飾ります、私の棚のコレクション場所、うん、ちょっとねこれねサイズ大きかったけどこれの一回り小さいの売ってなくってその場所に、なんで、まあ、このまま飾ろうかなと思って、あの夏お疲れ様でしたということで。何があったの？え、めっちゃライブ配信した。キングアナプリンス24時間テレビお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、それでは次紹介します。お菓子が多すぎてうちへの取れないからお菓子ちょっと出てきたものとお菓子よ。あーこの季節になるとお札のポテトが出てくるよ。お札ポテトの歴史みたいな。はい、続いてこちら。あ、今回ねちょっと食べちゃってるの。これだけご了承。聞いてないんだけど、私ずっと我慢してたんだけど。パパです。これ私一個。あーでも今ちょっとダイエット中なんだよ。私もすごいなんか何してるちょっと前からダイエットダイエットって言ってお水をね毎日飲んでるんですけど、お水のみ、あ嘘、それは嘘。水をたくさん飲んで代謝を良くしてるんですけど、でもやっぱり普通に夜にコンビニに行ってなんかデザートとか買っちゃったりしちゃった。ちょそう気に入ったよね。ちょっちょぴちょぴんぴん。勉強中ずっと水飲んでたので、うちめっちゃ飲む量多いからもう1時間に1回のペースでトイレ行っちゃうからさ困っちゃったよね。いやもうこれパパでしかない。ベータ私これ大好き。カルタスわかる。これでも家族4人ってことかな。あそういうことか。じゃあ行きました。コムタ私これ。なんか私これ、私朝にスープ飲むんですけどすごい美味しそうだなと思って買っちゃいました。これさ辛ラーメンのメーカーから出てるんだけど、ほら、そうなんだ、美味しそう。入れたコンポタージュ、これ美味しい。入れた粉々なりがち、粉々のポテトチップス3本、ホットケーキミックス。そうこれダイソーで売ってて、マメとかびっくりしたんだけど、これ8個作れんのよ、この量で。100円でしょ。そう超安くない？マミコ驚きよ。最近さ夏休みの間さ、うん、もう夏休みどう考えてもこの動画上がってる時終わってるよ。夏休み明日かっこいいよ。夏休みの間さ、うん、朝さ私起きるの遅いからママがさお昼ご飯、うん、朝ご飯ってやるんでさパンケーキとかさ、うんうんうん、作ってくれるんだけどさ、うん、ママのパンケーキちょっと分厚めでちょっと美味しいのよ。わかる。そう最近ママなんか分厚いパンケーキ極めたらしくて、これも買った時分厚いパンケーキの作り方をちょっと極めたからこれで作ってみたいって言って買ってた。白身を多くするといいらしい。あの白身をなんかそう研いで研ぐみたいな。そうそうそう、あのさ幸せなパンケーキあるじゃん、うんうんうん、あそこも白身にほんとちょっと粉入って、ね、いやめっちゃパンケーキ食べたかった。作りな自分でお嫁に行くように、うん、私は豆腐もお嫁に行かなくて大丈夫です。あーこれめっちゃ美味しかった。2個食べちゃった。食べてないです。食べてないよね。1個だったよね、もともと。うん、そうそういいして、歯に縄張りついてるよ食べたね君青目ついてねえから。ちょっと紹介する。これも君食べてるところ見たな。あ、美味しくいただきました。何個買ったの？2個買いました。これ入れて2個、うん、2個です。これめっちゃ美味しいの、これ大好き。あ、これ私この前ねディズニーに行った時にポップコーンを食べたんだけどそのディズニーのビッグポップポップコーン専門店みたいなのあんじゃん、あそこに行って食べたポップコーンがめちゃめちゃ美味しくって。すいません、はい、うん、夢の国のポップコーンと、うん、普通に売ってるポップコーン一緒にしないでもらっていいですか。ごめんなさい。あれ熱々のほっかほかのふわふわのお尻なんで。お尻？はい。あれミッキーのお尻だったんだあそうだったんだはい、ということでこちらのポップコーンをちょっと買っちゃいました。うちも食べて。それさ、あのさ温めよう。絶対温めたら美味しいってまたもう一回爆発しちゃうボン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 。あ、これもそうびっくりした。パルメザンチーズ、ナチュラルチーズなんだけどいつも要冷蔵なんだけど、これは冷蔵じゃなくて常温なのよ。こちらのナチュラルチーズを買います。100円入れてみたらよくない。え、よく飲んでやってたじゃん、スプーンにさバイコーティーでさパクッとママに内緒だって笑った時にさパンってか飛んでさどうしようどうしようって、ほんとティッシュほんとティッシュ。静かにしようねー。続いてこれが、うん、アボカドとするじゃん、うん、こうアボカドを皮むくじゃん、こうやって入れんじゃん、うん、でこう抜くじゃん、うん、したら種がここにだけ残るの。へえ。やってみてほしい今度。
私はアボカドじゃねえし。はい、こちらですね。これですよね、絶対。これを研ぐために。これね、普通のやつって銀だからこう動かしたりするときにすっごい大変なんだけど、ゴムだからこう合わせやすい。触んないんで、こんな使う。今全部モザイク。全部モザイク。全部モザイク。何してるかもうわかんない。すっごい強めなやつね。すっごい大変なんだけど、ゴムだからこう合わせやすい。触んないんで、こんな使う。あ、これ私メロン。いちご味あった？あったよ。で、あるね。で、お、すごい、見てこれ。何？メロンパンアイスだって。めっちゃ美味しそうって思って買っちゃった。これ多分うちにもう一個あるんだよね。チュールだよ。あ、チュールじゃない。チュール、うち猫飼ってねえよ。違う。僕も一人で作れんなもん。はい、それはフルーチェーだね。続いてはもう私のものになっちゃいますね。まずはもう先お風呂入っちゃったじゃんとか思いながら、このバスボム返しだよ。はい、指輪。あ、この指輪ね、私シークレットまだ着てないんだよね。魔法のステッキだって。かわいいね。超かわいいじゃんこれ。クロミちゃん、リカちゃんが猫です。はマイメロディーな。何リカちゃんって。何なんだろうシークレット。あれかな、マイメロのさ、近くにいる羊みたいな子か、クロミちゃんかなと思って信じて買ってみました。2個も。続いて私ちょっと切っちゃったんですけど、長すぎて邪魔だったんで爪を伸ばしてるんですよ。で、爪のケアをしてすっごい綺麗な爪にしたいと思ってて、指が綺麗な人って本当に美しいなと思ってて、私なんで指はね、美しく見せるっていう方法がある。とりあえず学校に行っても全然つけれるネイル。学校に行ってもつけれないよ。学校がある日でもつけれるようにネイルチップ自分で極めようと思って買いました。うちになんかある族行った人がいたんですけど全くなかったので買いました。そしてもう親指に痛い思いもさせない、こちらネイル粘着テープ。はい、次ネイルアート用ピンセット。これは私の鼻の毛穴と足毛と指毛を抜くためです。ネイル用じゃねえじゃねえか。で、こちら眉毛ハサミカット。だからもうカットつんだっちゅう話なんだけどさ、これは眉毛ハサミカットなんですけども、眉毛ハサミカットってさ、前髪を切るときにね、こう私こうやって切ってるわけよ、思いっきり。で、でも目開けちゃって こんな切っちゃってさ、すっごいさ、すっごい締めてさ、メイクするときもすっごい締めてさ、本当に痛かったんだけど、こういう眉毛のハサミってなんかそういう肌に触れるから先が尖ってないわけよ。あ、丸いよね。そう、それのときに私思ったの、この親指のさ、この何、皮膚を授業中にこういうふうにやる癖があって、うん、わかりますか？甘皮を、そうそうそう、で、その甘皮を切っていけば爪伸びるんじゃねと思って。下に伸ばしてどうすんね。まあまあ、でもまあまあ、でも爪は長くなるから伸ばさなくてもさ、ほら見て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 面白い。だからその甘皮を切るためのハサミ、本当はでもそういうキットがあるんだろうけど、私は絶対眉毛はそうなんだよ。私も眉毛剃らないし。そして除菌ウェット、これももうなくなっちゃったんで買いました。私最近勉強してて下敷き引かない派の女だからさ、机がすごい汚くなっちゃうの、うん、からウェットティッシュでシャーペンのうちっちゃったやつを拭き取ります。うん、これで。はい、次左か右どっちがいい？右。こちら、あー、これ私の甘皮をやった後塗るやつです。これなんか甘皮の馴染みやすいやつなんだけど、ダイソーだけのものでも爪きれいにできるよっていうことを証明したいんですよ。ドンキとか薬局とかで高いの買わなくてもダイソーだけでできちゃうよっていうのを証明したいなって自分の心が言ってるので、心が叫びたがってるんだということで。見て見て、めっちゃ面白いこれ。こっちの指とこっちの指。これね、匂いがね、新しい恋に会いに行こう。セントセントセント。セント音がすごい。そしてラスト、もう爪なんですけど、どんだけ爪良くしたいねって話なんですよね。こちら3ステップ爪磨き。やはり学校にネイルはしていけないじゃないですか、もちろん当たり前。私はね、1ステップ2ステップ3ステップやるだけでもう爪がペンステップ、爪がとてもキラキラになってもうハピハピって感じなので買いました。うん、ということで今回メイン的には日用品と
締めのものだけ買いました。私塾がやっと終わりまして、あ、終わったってもどうせあるんだけど、夏休みのその朝から晩まで塾が終わったんですよ。夜に毎日塾があるんだけども、一旦ね2学期始まるまではないから、ちょっとネイルしようと思ってネイルします。本日はダイソーで買ったものをご紹介しちゃったよーのコーナーでございます。本当のダイソーの買ってみた企画はご好評なので、また今度やっとしようと思ったヒーターグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ホットケーキミックスっていうの最高じゃんと思ったヒーターもグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私やってみたいんですけど、スタジオ借りて、うん、ダイソーだけで買ったもの、ダイソーで買ったものだけでご飯作るみたいな。トウモロコシとか売ってんじゃん。ママもロイちゃんさ、ダイソーだけで1週間生活してみてとかやったら面白そうじゃない。やりたい。うちがなんか本当にダイソーマジ充実しすぎてるんだけど、ね、食欲がある日とない日があるんだけど、最近ないんだよね。でそういう時ってさ、しじみスープとかさ、わかめスープとかめっちゃ好きやんの。ワンタンとかめっちゃ売ってんじゃん、ダイソー、うんうんうん、やっぱやってみたいね1週間、うん、また痩せそうじゃない。なんかいや逆に太りそうだけどね。そうだねということで、また次回の生番組でお会いしましょう。バイバイ。バイちゃん。クッキングママパー。